往年の名プレイヤーに長嶋茂雄という有名なプロ野球選手がいたことをご存知でしょうか。彼はね、面白いんですよ。試合に行く前、朝車の中ですでにヒーローインタビューを考えていたって言うんですよ。ヒーローインタビューですよ、まだ試合やってないのに。これってすごいですよね。だけどね、自信っていうのは多分本来そういうもんです。つまり根拠なんてなくていいんですよ。いや、むしろ根拠がないから誰にも壊されず崩されない鉄壁の自信足りうるんだよね。いいね。このメッセージを聞いた後、君たちがやるべきことは一つです。要はね、ヒーローインタビューを今から考えておいてください。で、その中にね、一つ内容として盛り込んでもらいたいことがあるんですよ。これはね、感謝です。今年は大変でした。受験年としてはね、もう歴史的な1年と言ってもいい。これを超えてきて入試日程を迎えた皆さんはね、本当に立派だと思います。でもね、君たちのことを支えてきたすぐ身近な人に対する感謝、試験を受けられることに対する感謝を盛り込んでほしいんですよ。そうして心あるヒーローインタビューを作ったとき、それは必ず現実になると思います。皆さんの成功を心から祈ってます。忠呼現代文化、総啓示からのメッセージでした。はい、どうもこんにちは、若春です。今日はね、若春家スタジオからお送りしてるんですけどもね、寒い日々が続いてますね。皆さんお体大丈夫でしょうか。暖かい格好をしてね、まあ半袖の僕が言うのもなんですけどもね、暖かいもの食べて体冷やさんようにね、体調整えてくださいね。入試が近づいてきました。やっぱりね、入試本番、いっちゃん大事なものって気持ちですよ。いいですか皆さん、強い気持ちを持って、そう、本番に臨んでくださいね。発する言葉っていうのもすっごい大事ですよ。やっぱりポジティブなね、発言してほしい。いけるんだ私、やれるんだ私、そう、やれるんですよ私、いけるんです私。熱い強い気持ちで本番臨めば必ずね、結果ってついてきますから。その自分に期待して、自分を応援して、自分を励まして、頑張って合格ガシッて掴んだってくださいね。健闘を祈ります。よろしくね。いい報告待ってるよ。ほな、失礼します。皆さんこんにちは、日本史の田中です。いよいよ共通テストまであと少し、仕上がりの方はどうでしょうか。 OK です。自信を持って臨んでください。この1年間皆さんは2つの敵と戦いましたね、コロナ禍と、あとは新テスト。なかなかこんな経験できるもんじゃありません。皆さんはたくましい勇者です。実は僕たちの世代も就職氷河期っていう世代で、結構ね、それで悩んじゃって自殺なんかしてしまった人も多い、そんな時代だったんですよ。そんな時の僕たちのすさんだ心を救ってくれたのが、プロ野球の松坂大輔でした。同世代のヒーローなんですよ。だから僕たちは松坂世代って呼ばれるし、実はそれが誇らしいんです。皆さんも、まあ、コロナの第一世代っていうのはちょっと聞こえが良くないから命名しましょう。令和の教育改革の1年目、忠呼の第一期生です。どうですか、誇らしいでしょ。え、恥ずかしいですかまあこういう苦しい状況じゃなかったら、この忠呼は生まれてませんし、僕がここに参加することだってなかった、苦しい状況だからこそ、それを打開しようと思って生まれたものじゃないですか。それをバネにして僕は素敵な1年間を過ごすことができました。今度は皆さんの番です。この共通テストで自分の納得いく結果を出して、そして胸を張って自分の人生を切り開いてください。受験生よ、夢をつかめ。
はいどうも谷口です。いよいよ共通テスト始まりますね。不安になる時があるかもしれないんだけれど、最後の最後に大切なのは自分を信じること。これだけやってきたんだから大丈夫、そうやって自分に最後言い聞かせて試験に臨んでください。検討を祈ります。英語講師の寺島よしきです。英語の長文って、長文読んで選択肢見ると答え一つしかないんですよ。設問ごとに絶対一つなんですよ。引っ掛け問題がもしあったら引っかかってください。そしたらそんなの捨て問ですから大丈夫。今までしっかりやってきた、その力を信じてしっかり長文読んで、それに対応する答えを取ってください。いいですか。突然英語が読めなくなりましたってことはありません。本当に集中力の問題、そしてダメかもしれないなって思いながら行くと本当にダメになりますから、ね、今まで文章の読み方をしっかりやってきたわけだから、この力を本番で発揮してくれればいいと思います。あとさ、月曜日から木曜日まで、英語は6時から、朝の6時から、10分間授業がありますね。なので6時に起きましょう。これから受験終わるまで6時に起きて10分間見よう。10分間見て、そして1日がスタートする。月曜日から木曜日まで、ね、金土日は自由に使おう、ね、朝6時にしっかり起きて朝方に変えましょう。若い時にさ、流さなかった汗っていうのはさ、年を取った時の涙になるんですよ。これ本当なんですよ。今みんなはさ、汗を流す時期だと思います、ね、年を取ってから泣きたくないでしょ。なので、ここ踏ん張りどころです。しっかり頑張って、そして自分のために勉強するっていうのは当たり前なんだけど、その当たり前じゃないですか。あなたの人生ですから自分のために勉強しますよね。だけどもうプラスアルファで誰のために勉強したいのか、ね、この人を助けるためにとかさ、お世話になった人がいたり支えてくれたり、ね、支えてくれるおじいちゃんおばあちゃんとかさ、お父さんお母さんとかいらっしゃったり、ね、その人のためにも、頑張って力を倍増させてほしいし、こいつって言ってその見返してやろうっていう気持ちもとても大事だと思うので、それも含めて、最後まで突っ走ってくださいね。わかった。はい、世界医師の鈴木祐介です。いよいよ受験本番ですね。まあ、本番においてはね、大事なのはとにかくその状況とか環境に飲まれないこと、ね、で飲まれてしまうと本来の自分の力が発揮できないから、とにかく本番では飲むか飲まれるかなんだよ、ね、だから飲むためにはどうしたらいいか、それはやっぱりね、試験会場着いたらまずその部屋を見渡してね、でその部屋中に自分の気をね、こう充満させるイメージを、そういうものを持つと本来の力が、ね、発揮できるんじゃないかなって思います。僕はそうしてますね、はい。あとはね、行きの電車とかで自分のほら好きな曲とかさ、テンションの上がる曲あるでしょ。でそれを決めといて聞くのよ、ね、そうするとテンション上がりそうでしょ。これから勝負に挑むんだみたいな、でその曲っていうのがさ、まあ君のね、君らの、その人生の新しいステージが始まるそのオープニングテーマみたいなもんだからね。だ5年先10年先になるかもしれないけど、その頃ね、今を振り返るんだよ。それで、あの曲、あの大学受験の時聴いたあの音楽から、なんか自分の快進撃はなんか続いてるな、いいなみたいな、そういうふうに、思えたら素敵じゃないですかね。だから自分の人生は自分自身で盛り上げてほしいなと思うんだよね。ということで最後に、僕からですね、僕の座右の銘をね送りたいと思います。夢は見るものじゃない、戦い続けて叶えるものだ。検討になります。皆さんこんにちは、たたよみの顧問の出口博史です。この直前期に皆さんに2つのことをアドバイスしたいと思います。1つ目はこの時期はもう新しいことをやらないこと。特にね、どうしても必要な知識の場合は、ね、これは記憶しても時間とともに記憶量っていうのは当然減ってきますよね。なのに記憶したその時点で、あ、覚えてる、知ってると思ってる、そうじゃなくて覚えていたんです。どんどん記憶力は減ってますよね。
で、特に大切なことっていうのは春先に勉強したことも多いと思うんです。となると昔やればやるほど今どんどん記憶量が落ちてる。そこで本当に大切なこと、つまり新しいことじゃなくて自分が知ってると思ってること、自分が分かってると思ってることをもう一回確認してほしいんです。ここで確認すると本番直前まで忘れることはほとんどありません。だから今から新しいことを覚えと思っても覚えられないし、覚えてもすぐ忘れる、あるいはそれを得点化するまで持っていくのは時間的に難しい。それよりも知ってて忘れかけてることを確実にもう一回確認する方がはるかに高得点が取れます。もう一つ何かと言いますとね、やはり生活のリズムを作ること。大体試験というのは、まあ、10時ぐらいに始まることが多いと思うんですけれども、だとすれば10時に一番頭が働く状態に持っていく、こういう生活のリズムをぜひこれからね意識して作ってほしいと思います。ということであと少しです。頑張ってください。